家で姉と20歳になる姉と2人でね、床に座って喋ってたんですね。そうしましたらね、遠い高い空でね、ブーンと飛行機の音が聞こえたんですね。それで私が思わず立ち上がって、 B-29 の音がするって言ったんですわ。そしたらまさにその通りだったんですね。次の瞬間にもう口では言えない光というか、まあ光ですね。光にもうこうファッと全体が囲まれたんですが、なんか叫ぶような音がしたような気がします。そしてほっぺたがちょっと熱かったです。真っ白い、もう色にも言えないけれど真っ白い光で、それがもうバババババッと、こうパッじゃないんですよ、ババババッという感じで光ったと思ったら、ちょっと間が空いて、ものすっごい轟きんですか、バーンともドカンとも、ドンなんて口で言えないような、もう響きですね、あれは音というより。そういうものと同時にもう家が崩れてきました。でもうそのぐっちゃぐちゃになってくる中でね、こう中で自分自身が、あ、死ぬ死ぬ死ぬってこう、だん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 こう思いながら気絶してしまいました。大きい方の姉は怪我をしたり、兄も怪我をしたりしたんですが、私とその一緒に座ってた姉っていうのはね、物が山ほど落ちてる真ん中へ入ってました。こういうふうになった真ん中、奇跡ですね。あれ、あちこち打ったような気はするんですが、私自身からは血が出てなかった。兄はね、ちょうど勤労奉仕から帰ってきて、窓ガラスを後ろにしてね、ギターを弾いてこうリラックスしてたんですね。だからもうバーッとなった瞬間にガラスが粉々になって散りましたね。だから背中へいっぱい、もうおまけにね、夏のことなら上何も着ないでやってたから、もうそのまま行っちゃった。それからもう一人上の姉がいるんですけども、キッチンでご飯食べてました。そしたらチョップスティックですね、この瞬間にガーッて口の中に突き立って、で歯は一本行方不明になって、ここがこう裂けて、この血がね、もうなんかそこら中にこう飛んだらしくって、どんな重傷かと思ったら、まあこれ、それとあれはね、腰を相当に打ってたようです。これは生涯腰骨を痛かったりなんだかんだ言って、問題が残りましたね。でもその人まだ生きてます。その医療ってそんなに何で何にももなかっ本た当んです医療どころじゃないです。まあ、ともかくいろんな後でも皆さんのもう怪我の状況をこう見ながら逃げたわけだけれども、何が起きたかその時も分からない。広島の街が全部火になってる、これもなぜそうなったか分からない。で結局ね、1週間も経たないうちにどこかの新聞が特殊爆弾が落ちたらしいぐらいの記事が出たらしいと、こう伝わってきたぐらいで、原子爆弾なんて名前も知らないし、放射能があるなんて全然知らない。それを知ったのはいつですか？あれはね、1ヶ月も。原子爆弾という名前になって活字になってみたいうのはだいぶ後でしたね。ただね、私の身内がね、1ヶ月して原爆症で亡くなったです。あれはね、私の家よりかもうちょっと近いところでしたね。家の中に親子がいまして、で娘の方は後にね、全部髪の毛が抜けて、もう本当に体は当初はもう大変だけど生き残ったですね。ところが父親は30日、ちょうど1ヶ月足らずでもう体中が腐って変になって、ともかくは目も当たらない状態で死にました。私がほら
姉と私だけが、原爆のあと1週間かな、もうちょっとして、ものすごい熱が出たわけですよ。もう40度出てたと思う。そうしてね、喉がね、口の中が真っ白になりましてね、ものが息も難しいけど、ものが飲めない。そういう状態になった時に、焼け跡でバラックでいただけでしょう。周り何にもない。そうしたらね、誰かからね、お医者さんがね、山の方へおられるっていう噂を聞いたんですよ。それで2人がね、行ってみたんです。焼け跡のね、ガタガタしたとこを歩いてね、山まで行ったらね、先生が私の町内の、非常に信頼のできる長崎五郎先生いう先生がね、こう周りの松は山も何も焼けとるわけですからね、その葉っぱもないの松の下へね、むしろ引いてね、座っとられるんですよ。で、行った人がね、ずらずら並んでるのを見てもらおうと思って。で、私たちが先生のとこへやっぱり座り込んで、そしたら「口をあーんしなさい」言うから、2人で口並べてね、口あんして、真っ白になってるわけですよ。で、熱がいっぱいあって、でその中こうヒューッと覗いてね、これはまああれじゃの、ガスを吸うたんだ。だから先生もその時点で原爆がどうのっていうのこと全然ご存じなかったんやけど、ガスを吸ったの。そしたらうちの姉がね、「先生、私は死ぬんでしょうかね」って言ったらね、まあそうやないって、こうやっちゃったの。天国へ行くよ。 それをね、言われても私たちは何のショックも受けんと、ああ死ぬらしいよ言いながら、何の薬もなければ何にもない、ガスやいうだけで、で死ぬかもしれないって言われたわけでしょ。